というわけで、ダンテン、おはようございダンテン。おはよう、ダンテン。とっても天気がいいね。本当ですよ、今日もいい天気ですね。おはようございます。おはようございます。今日もですね、この道を通っておるわけなんですが、もう早速今日はもうプランを伝えたいと思います。今日はなんとジッチー君カスタムに行きたいと思います。イエーイ、カスタム。あんだけ私はド純正がいいと言っていながらも、で純正は純正じゃん。まあまあ確かに純正パーツをつけるからね。ライノじゃなくて純正品でプチカスタムをしようと思う。でも見た目はふって変わるから、うん、カスタムや。そうやな。どうもパーツが届いたというお話を手塚社さんからいただいたんで。よっしゃー、早かった。パーツ届くのも早い。頼んでから速攻できたもんね。1週間かかってないよ。どうも今ロイヤルエンフィールドさんは相当人気らしく。そうらしいよ、これ見ろ。私が買ったもんで100台ぐらい売れたと思う。そうやな。しかも今年からか、2023年からなんと値上げらしいよ。なんか一番最初の価格から考えたら多分10万以上上がってるよね。最初ね89万8千とかだったよ確か、車両本体。今97万。うほー、上がった。ほんでもちろんパーツも上がるかなと思ったら、パーツはね意外と上がらなくて、ロイヤルエンフィールドのいいところはパーツが安い。安い、マジでマジで安い。純正品がねすごい安い。ネットとかだと高いんだけど、3倍4倍の値段ついてるよ。そうだから、ネットとかじゃなくて、そういうちゃんとしたね販売店から直接買うとね、かなりお安く買えるんで、ロイヤルエンフィールド乗りさんはできるだけパーツ買うときはね、そういったところで注文していただけると安く買えるかな、ね。ちゃんと取扱店で買った方がいい。エンジンなんだこれ、エンジンガード、これさネットだと4万5000とかで出てたんだけどさ、店頭だと1万2000だよ。はぁと思って。だからちゃんとしたお店で買った方がいいよ。ただ問題はメテオとかクラシック350もそうなんだけど、うん、このエンジンガードだけがマジで全然ないんだってね、うん、ないって言ってたね。みんな入荷待ち。新車でね買って納車するまでにエンジンガードつけたいって人結構いるとは思うんだけど、今はね、うん、もうほとんど手に入らん状況になってるみたいなんで、つ、うん、けれずに納車してるみたいだね。みんなメーカー在庫がないって言ってたから。そうそうそう、そういうのってどうするんだろうね。待ち、ひたすら待ち、うん、ひたすら待ちだろうね。しかもネットで高額のやつ買うしかないよね。いやだ、ロイヤルエンフィールドったら人気出ちゃって。今日花ちゃんが購入するパーツは在庫が 17% あったと。そう、余裕の在庫。これね、コンチネンタル GT のパンフレット載ってる、この外人のね、ちょっと綺麗なお姉ちゃんが載ってるこのコンチネンタル GT についてたんですよ、それが。そうよね。なにこれかっこいいじゃんってなって、これちょっとつけようぜつけようぜって前から言っててね、ついにつけると。なんか急につけたいなってなっちゃった。そういうもんじゃない？カスタムって。急に問題です。ででん。前のトラックを見てください。物が乗っておりますが、その先端に赤色の布がペラペラしております。あの赤い布の意味を答えなさい。赤色服の下ついてこーい。そんなバカなーい。ちょっと待って、あれは手ぬぐい。作業中血が出ちゃった。赤だと血の色目立たないから赤にしとこ。いや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 、血まみれの布がついとったらふわってなるから、赤だったら血の色目立たないから赤にしよう。これはですね、つけなければならないんですね。あ、ちゃんと、うん、ちゃんとつけてる感じ、うん、あ、荷物が後ろにはみ出てるから気をつけてね、うん、アピール。そうそうそう、本当にそうなんだけど、よしよし。これはですね、指定の数値を超える長さのものを積むときはあれをつけなければいけません。お、超えてもいい、逆にじゃん。例えば電柱とかさ、ちっちゃくできないでしょ。時を運ぶときに指定値を超えちゃうから、うん、超えちゃうときは出発時の警察署長の許可をもらって。問題です、何センチ平方の赤い布をつけなければならないでしょうか。あ、何気がてんの、赤いパンツとかでダメなんだ。ダメです、パンツダメです。あ、ダメ、赤いふんだしとかぶら下げたらダメなんだ。ダメです。あー、そうなの。はい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 、20センチ。あー違う、25。いやー違う、なんでピンポーン。まあそんなにある。30センチ平方以上の赤い布、もしくは赤色のトーカーをつけなければいけません。トーカーって何？ランプです。赤色のパンツはダメですか？赤のパンツダメです。あー、そうか。
だからあの赤い布がついているやつっていうのは思ったよりも長いの積んでたりするから、止まる時とかにあんま近づけすぎるとぶつかったりするから気をつけてよってこと。じゃあ車間を開けて、そう、こっちから見ると遠近感ないからさ、あんまどんだけ出てるかわかんないけど、実際結構後ろはみ出してる可能性があるから、それで結構無理に変に近づけすぎちゃったりとかするから、目立つ赤色をということになってるんじゃないのかね。目立つ赤色を切っていく、そういうわけね。うん、そういうこと言う。へー、じゃあ私もはみ出さんように乗らないな。どういうこと？じゃあ私がはみ出てるから赤色なのかこれ。あー、肉体的な赤色、あ、ボディ的な話。そうそう、肉体がはみ出てるから、うるさいし。ハッスマ、ハッスマ、ハッスマ、ハシマな。ハシマはでも新幹線止まるからね。そうだよ、木村拓哉が降りたの、羽島駅。あ、拓哉が。そう、拓哉、岐阜に来るとき、羽島駅で降りたんだって。あ、そうなんや。そもそも新幹線で来たんだ。そうなのよ、新幹線でいらっしゃったのよ、あの人。拓哉、拓哉、俺の拓哉。いえいえ、私の旦那さんである拓哉。いってらっしゃい。さてさて、どこが変わるでしょう。それな。鉄馬車さんを案内してもらおうかな。じゃあこっちおしゃれルームにいらっしゃいませ。失礼します。この素敵な休憩室は自由に使えます。そして私のお父さん、岩木浩一さんです。中学の時から言ってた、この人がお父さんだったらな、なんて言って。晴ればっかり。すごいね、ハーレーっていっぱいあるね。ここは竜のモチーフが多いね。うん、本当だね。うん、バッグかわいいよね。ここかわいくない？ここ。こんにちは。向こうのロイヤルエンフィールドのバイク見ていいですか？カメラ。あ、本当ですか？ありがとうございます。こんにちは。いいって。いいってさ、ちょうど家内が行っとるで。家内ってなんかちょっと憧れるね。うちの家内が行ってるんで。今行ってくださいだって。素敵夫婦家内、家内、家内って。それはおかしいね。奥様、あっちにロイヤルエンフィールドの仲間たちが眠っています。失礼します。あ、ジッティ氏が帰ってきてる。うわ、なんかこれ、ここかっこいいよ。見てこれ、何これ。ね、これだけ欲しい。それだけ頼むか。これここつけたいな。めっちゃかっこよくない？あれ、メテオさんがいっぱい並んでるのってなかなか見れんよね。ほらほら、メテオがこんなに並んでるの初めて見る。4色黄色が人気って言っとったよね。なんかそっち違う、一緒やな。あ、これもか、5色。あ、これもや。てかそのまま奥まで全部じゃない？全部だった。え、こんなに種類あったっけ。これが人気のメテオさんで、ちょっとこれかわいい。これヒマラヤン。うん、かっこいいですよね。クラシックめっちゃかっこいい。この色が一番いいな俺。あ、あれな、好きやな。クラシックは何色が人気なんですか？どれも。これだけ揃ってると、これ見て、これ買いに来たって決めてても、この色見ると、変わったりしますから。変わるよ、こんな実写見たら。カタログはね、やっぱね。あと、この緑ラメだよ。へえ。うわ、本当や。かっこよ。圧巻だね。こんな剣揃ってると圧巻だね。写真撮っとこう。
あーかっこいいなこれめちゃめちゃかっこいいですね。ねベネディ実写見るとさらに悩むし、ベネディベネディかっこいいですね。悩んでる時が一番楽しいそうそう、だから悩みまくった方がいいんじゃないですか。ふうかっこよかった、癒される、かっこいいね、ほんと黒い感じ。お邪魔しました。お邪魔しました、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。眼福ってやつだよ、これが眼福。目が福と書いて眼福。眼福、そう、目が幸せで福っていうこと服だよ、服。いや、こんなに揃ってるのもなかなかないからね、うん、すごい今ラインナップだった、うん、カラーでさ、あんだけ雰囲気変わるって悩むよね。確かに、私みたいに圧倒的に赤が好きとかだとさ悩まんけどさ、うん、何色にしようって言って悩んできた人はぜひ一回ここ来てもらって、ね、来てもらって実写見てもらった方がいいよね。そうで、悩み倒してほしい、うん、あれは悩むと思うわ。へえ、やっぱ実写を見ると違うもの、うんうん、サジティッシュどうですか。あれまだついてないぞ。なんかヘッドライト外してなんかしてる。結構大変な作業な。結構大変な作業な。なんかネジブンブンブン、はい、ありかと思った。そんな時は、うん、コーラでも飲もうか。いいよ、よし、ついてきな。よし、すいません鉄バー女子、すいません。いいよ、そんな時はこちらのおしゃれな瓶のコーラを飲もうぜ。こちらですか。さあ、私は断然コカ・コーラ派やから。わあ、こんな風に出てくるよ。はい、私も飲む。ありがとう。あ、こうか。いい？あ、できた。初めてやった。これ。初めてできた。おめでとう。これ、買ったったぞ。あ、 ありがとうございます。ええぞ。乾杯。一気飲みしていいよ。あちら、私のジッティ君。ヘッドライトバラバラ事件。キャーン、これはコーチにすごい取られるな。かもしれんな。部署100万ですって言ったら、そんなもんちょペイペイで払えるな。ペイペイ、ペイペイは支払い対応してないです、知らんけど。生まれた、うん、生まれます生まれた、生まれました。私のジッティが生まれた。素敵、いい感じ、かっこよくなった。私のバイクかっこいい来ない、え、かっこいいじゃん。ダメ、あり、私は好きよ。いいんじゃない、うん、まとまった。とってもかっこよ。ちょっと締まったね、顔が締まったね。こんな感じに仕上がりました。いいですね。風貌としての役割は果たしてだけど、見た目がちょっと変わっておしゃれになった。おー、いいと思います。うん、ありがとうございました。